カールグスタフ M-45 はスウェーデン製の短期艦銃である。第二次世界大戦末期にカールグスタフファクトリーにて開発され、1945年にスウェーデン軍が正式採用した。スウェーデン語では単に45型短期艦銃と呼ばれ、クピスト M-45 と略称される。アメリカ合衆国では K ライフルやスウェディッシュ系と通称された。 スウェーデン軍が初めて採用した短期艦銃はフィンランド製スオミ KP-31 を正式拳銃 FN ブローニング M1903 と同様の 9mm ブローニングロング弾仕様に再設計、国産化した M37 短期艦銃であった。M37 は900兆ほどが調達されたが、さらなる需要を満たすべく、軍は ナチスドイツのカール・ワルサー社と契約を結び、9mm ルガーダン仕様の MP3 5 1短期艦銃をおよそ1800丁、同じく 9mm ルガーダン仕様の拳銃をおよそ1500丁、調達した。MP3 5 1と 9mm ルガーダンは、正式名称 M39 短期艦お及び 9mmM39 弾として採用された。これに合わせ、 M37 の製造ラインは 9mm ルガーダン仕様に再設計された M37 から39に切り替わり、さらに別途購入された500兆のフィンランド製 KP-31 には M37 から39回の正式名称が与えられた。また、1940年にはアメリカ合衆国製トンプソンサブマシンガンを呼び 45ACP 弾が M40 として採用された。この時点で、スウェーデン軍は3種類の拳銃弾と6種類以上の短期間銃を並行運用しており、弾薬だけではなく、交換部品などの調達にも支障をきたしていた。そのため、新たな国産短期間銃を開発し、これを一本化する必要が生じたのである。 第二次世界大戦中の1943年、生産性の高い短期間銃を求めていたスウェーデン軍はフィンランドのティッカコス記者から M44 短期間銃を購入した。1944年9月、短期間銃の採用に向けた評価委員会が発足し、M44 及びファスクバーナ製試作短期間銃の評価が行われた。トライアルは、 陸軍不評学校及びカールグスタフ、小銃交渉スウェーデン軍では、1945年から秋の突撃銃が採用される1986年まで M45 を標準的な短期間銃として運用していた。1950年代のガザにおける国連任務、コンゴドーランでの今後国連軍に参加したスウェーデン軍部隊で使用された。 水中から取り出してもすぐに射撃を行うことができたので、1960年代から1970年代には、スウェーデン海軍のダイバーらにも愛用された。強度防衛隊では引き続き運用されていたが、2007年には調達が終了している。エジプトは第二次以降の中東戦争で使用し続けた。また、ポートサイドの名でライセンス生産され、エジプト軍に供給された。 エジプトではさらに赤場あるいは空として知られる、省力化モデルを設計している。このモデルでは、重心の放熱灯が廃止され、重症は M3 短期間銃と同型の伸縮式に改められていた。また、消紋は固定式だった。ポートサイドの製造は、あるマーディ工業者にて行われ、1950年代から1970年代まで使用された。 赤羽は1970年代に入ってから設計されポートサイドを更新した。1981年に起こったジハード弾によるサダと大統領暗殺事件では多数の AK-47 と共にポートサイドが使われたことが知られている。M45 を射撃するアメリカ兵、ベトナム戦争中にはアメリカ軍でも使用された。ネイビーシールズで採用されていたほか、 南ベトナム軍事援助司令物件研究、観察グループでは、非合法越境作戦の檻に国籍を取得するべく M-45 を使用したという。M-45 は、アメリカ軍の標準拳銃弾ではなかった 9mm 弾を使用していたことに加え、スウェーデンのほか、エジプトやインドネシアでも製造されていたことから、仮に露格されても、アメリカとの直接的な関係が示されない。 メッキン済みカ機の一つとみなされていた。中央情報局では、秘密工作用に何種類かの消音機付けモデルが採用されていた。アメリカ軍で主に使用されたのは改良型の M45 バイトだった。その他、バードロッグ観測機の乗員なども、コンパクトできないに持ち込みやすい M45 を愛用したと伝えられる。しかし、 スウェーデン政府がベトナム戦争に批判的な姿勢を取った後、アメリカに対する M-45 の供給は打ち切られた。1967年には軍部の要請を受けたスミスウェッソン社が M-45 の代用たる短期艦銃として M-76 短期艦銃を発表した。M-76 は M-45 とよく似ており、また基本的な機能も共通していた。 その後、アメリカ軍における特殊部隊用火器としての M45 及び M76 の役割は XM177E1E2 へと引き継がれていった。M45 はオープンボルトシンプルブローバックの作動方式を採用している。部品は大半が肉厚の後半をプレス加工して製造したもので耐久性は高い。重心は 穴あきの放熱等で覆われている。この字型の金属性重傷がつき、重波の上下を支点に、右方向に折りたたむことが可能である。使用する弾薬は9ミリメートルパラベラム弾である。スウェーデン軍での正式名称は M39 弾で、朝鮮戦争頃には貫通力を高めた M39 バイト弾が採用されている。初期型は、 先代の短期間銃であるスオミ M37 から39用の50発箱型断層や71発ドラムマガジンを取り付けることができた。当初の M45 から M45 バイトの最初期型までは断層口が着脱式になっており、これを取り外すことでドラムマガジンを装填することができた。しかし、玉詰まり不良が起こりやすく、 相談にも時間がかかるなどの欠点があったため、後期型では断層口が固定式に改められ、36発断層が標準的に使われるようになった。安全装置は MP40 などと同様、ボルト交代時は、コッキングレバーを溝に引っ掛け、ボルト前進時は、コッキングレバーを押し込む形式のものだった。門は、標準距離メートル、メートル、 300メートルの3枚が重ねられており、M37 から39のものとよく似た形だった。フルオート連射のみ可能だが、連射速度は比較的遅いため制御しやすい。ありがとうございます。